あのね、本当に寒いんすよ。マジで。ガチで俺怒ってるからね。本当に寒い。ガチで寒い。無理っすもん、寒すぎて。本当に寒くてね、俺は今日ね、学校サボろうと思ったよ。サボったけど。というわけで君たちカレーライスは好きです。カレーライス。僕はね、まあ、ゆっちゃんはカレーライスみたいなもんなんで、僕はもうカレーライス大好きです。もう多分君たちの想像をはるかに上回るカレーの好きさです。でな、カレー屋さんのね、有名なお店があるじゃないですか。で、ほら、あれですよ。そう。あれ、ちょ、これ違う。あったあったあった。そう。ここ一番、カレーここ一番屋っていうさ、こういうさ、ココイチっていうカレー屋さん、ココイチ、で、そのカレー屋さんにですね、甘さを選べる。そう、ちょっと待って、俺はなんか言葉がおかしい。そう、でね、そのココイチってカレー屋さんのね、すごいところは、カレーを自分でトッピングとかこう、カスタマイズできるんですよ。例えば、辛いカレーが食べたい人は、辛さを調節したり、たくさん食べたいって人は、量を調節したり、具をトッピングもね、こう自由にカスタマイズとかできてね、もう本当にね、グレートなカレー屋さんさっしょ。でもな、一つだけ弱点があるんだよ。そう、俺みたいなね、その甘口しか食べれない輩にはこうちょっと弱点がありまして、甘口がこう調節できないんです。辛口とかはこういろんな種類があるんですけども、甘口は甘口しかないっていうね。なんでもないです。なんだけども、なんか最近ココイチでなんとですね、甘さを選ぶことができるようになったそうです。1甘、2甘、3甘、4甘、5甘ってこうどんどん強くなっていくんですよ、甘さが。ゴアマなんてね、1山の20倍なんですよ。で、100円多いんですよ。高っ。そのゴアマを今日買ってきました。これが今ゴアマです。これがここ一番やってるカレー屋さんで最も辛いのが今ここに、あ、違う、甘いのだ。コックカレー、ここ一番やで一番辛い、カレー一番やで一番甘いのが今ここにあります。ちょっと実験的にやってるらしいです。一部の店舗でそういう甘さを選べるっていうシステムがこう導入されてて、たまたまそれが来てたんで、なんとか買えたんでね、食べてみようよ。いや違う、俺が食べます。なんか全国に30店舗ぐらいしかないらしいです。一山の20倍の甘さなんで。で、俺ちょっとこれ、あの、あんまり言っちゃダメなんですけど、僕一応もう二山と三山は食ったんですよ。ニヤマとサーマはすごい美味しかったです。もう、まさに俺の求めるね、理想の甘さだったんだけども、店員さんにその、ゴアマを食べる勇気がなくて、その店員さんに聞いたんすよ。ゴアマってどうすかって言ったら、まずいですって言われました。あ、これ言っちゃダメっすよ。これ本当に、あ、ダメなんで。クビになっちゃうかもしれないんで。じゃあ早速食べてみようと思います。ゴアマです。いや、これマジ大丈夫？じゃあいただきます。やばい、なんかね、あの、簡単に言うとあれです。蜂蜜ライスみたいな、なんかご飯に蜂蜜をかけて食べてる感じです。ゴアマはやめてね。まあ、ニヤマサーマぐらいがおすすめだと思います。ぜひ食べてみてください。じゃあな。